はい、どうも、白滝です。今回の動画はスピリッツ解放について話していこうかなと。無課金美課金勢にとっては救済のシステム、スピリッツ解放。いつ上限値がアップするのか、NG 事項、絶対に解放すべき選手について今回の動画で解説していこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスペースの情報に関して、まあ、どんどんね、投稿していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。プロスピースにはいろんな機能があるんですけれども、その中にスピリッツ解放という機能があります。スピリッツが高いほど、このゲームはね、有利に進めることができて、古い選手はスピリッツの差があるので、能力が下げられる、あまり使われなくなります。そこで、無課金美課金勢の救済システムスピリッツ解放。配信スピリッツの強さまでには及ばないんですけれども、ある程度スピリッツの差で能力のダウンを抑えることができます。このスピリッツ解放の上限値4100まで今上げることはできるんですけれども、いつ上限がアップするのか、去年の情報を見ていきましょう。バージョン 15.00 のアップデート内容になります。昨日の追加回収、スピリッツ解放の上限が3800から3900になりました。10月21日金曜日のメンテナンス後から有効になります。去年は10月の21日にアップデートが行われ、解放のね、上限値がアップしました。で、今年はいつ、まあ、そのね、上限値がアップするのか、それのね、情報かな、まあ、ヒントが、まあ、お知らせの方にあるので、そちら見ていきましょう。そのヒントがマンスリー感謝祭の開催期間、2023年10月15日日曜日の15時から10月25日水曜日の12時59分、1時に終了する場合は2時間のメンテナンスがあって15時に更新。この2時間のメンテナンスの時に、まあ、アップデートが行われ、まあ、次回のね、上限値が上がるんじゃないのかなと思います。まあ、去年が10月の21日、今年は10月の25日に、まあ、そのスピリッツのね、解放上限値アップすると思います。次に話していく内容がいつ解放すべきなのか、注意ポイント、おすすめ選手について話していこうかなと。注意ポイント一つ目が、スピリッツ100アップする選手は今解放はしないでください。千賀滉大選手、解放前が4000、解放後が4100になります。今の最大値が4100なので100しか上がりません。このスピリッツ解放はプラス200まで上がります。こちら大谷翔平選手、解放前が3800、解放後が4000なので、まあ、やってほしいこととしては、今後リアタイで使う予定の方は今上限がね、200アップするので、スピ解放していってもらえればなと思います。まあ、スピ解放すれば経験値もね、 1.8 倍なので、今育成して、まあ、レベルを上げていってもらう。まあ、この後ね、4200に曲がった時にスピ解放をもう一度して、まあ、最大値を4200にしていってもらえればなと思います。まあ、注意ポイントとしては、まあ、とりあえず100アップする選手は今解放すべきではないと思います。2022年シリーズ1の選手が次回のアップデートで最大上限値200アップするので、どういった選手を解放すべきなのか、オリックスの方から見ていこうかなと。1人目が吉田正尚選手。正尚選手に関しては今年ワールドスターで登場してきます。このワールドスターに関してのね、動画、まあ、昨日にね、投稿したので、見ていない方はこの動画見終わった後、まあ、概要欄リンクから飛んでほしいんですけれども、ワールドスターで正尚さんを獲得できない、まあ、あとはガチャを引きないという方はこの2022年シリーズは持っているのであれば、まあ、アップデート後に SP 解放して、まあ、レフト枠として使っていってもらえればなと思います。まあ、4200の正尚さんであれば、まあ、能力もね、高いですし、まあ、あとは特殊能力アーチストでパワーも上げてくれる、でアベレージヒッターでね、ミートも上げてくれるので、まあ、スピリッツの差はね、あまり影響は受けない、リアタイでもね、ガンガン使えてくる選手なので、まあ、SP 解放ありだと思います。2人目が金子千尋選手。2023年シリーズ1の
TS でも登場したんですけれども獲得できなかった。そしてリアタイでね使いたいのであれば、まあ、この金子千尋選手もスピ解放ありだと思います。まあ、スプリット第2球種のスプリット、この投げ分け、または特殊能力ね対ピンチも持っているので、まあ、先発枠または抑え枠としてね使うことができるので、まあ、先発金子選手を使いたいのであれば、まあ、こちらもスピ解放ありだと思います。ソフトバンク見ていきましょう。おすすめの選手が3名、1人目が千賀滉大選手。千賀選手もワールドスターで追加されてくるので、まあ、ガチャを引けない、まあ、あとはね獲得できなかった方は、まあ、こちらの千賀選手スピ解放して4200の先発枠使っていってもらえればなと思います。まあ、スプリーム持ちの千賀投手で第3特殊能力に対ピンチを持っているので、まあ、そのリアタイのね先発枠として、まあ、使えてくる選手にはなっています。で2人目がこちら柳田選手。2022年シリーズ1オールステータスへのアーチスト枠で、何が今のね柳田選手と過去の柳田選手違うのか、センターの適性を見てください。こちらの柳田選手はセンター適性が B、 2023年シリーズ1がセンターの適性が C になっています。センターで使うか使わないかで、まあ、そのね解放の基準はまあ変わってくるんですけれども、まあ、センター柳田さんを使いたいのであれば、こちら SP 解放して、まあ、永遠ね使っていってもらえればなと思います。でライトで起用するんであれば、まあ、こちらのね最新の柳田さん使っていってもらえればなと、まあ、これはあなたのオーダーによって変わってきます。で3人目がこちら藤井選手。まあ、シリーズ2からフォースラのね回転、まあ、軌道斜めのね軌道になったので、まあ、こちらのね藤井選手を持っていて、今のね藤井選手を持っていないのであれば、まあ、こちらもねスピ解放ありだと思います。まあ、奪三振切れ伸びと、まあ、藤井選手ね、まあ、今結構騒がしている、まあ、この藤井選手は、まあ、解放する価値はあると思います。楽天でおすすめな選手が1名いるんですけれども、それが田中将大選手。オールステータスへの能力で球種ツーシーム C を持っています。2022年シリーズ2からツーシームの球威が D、 で2023年シリーズ1ではツーシームの、ね、球威が F と年々下がっているので、ツーシーム C バージョンの田中将大選手を使いたいのであれば、こちらスピリッツ解放して先発枠としてね使っていってもらえればなと思います。まあ、どっちがさえね F と C どっちが強いかって言われれば、まあ、それはねツーシームは大きくね動いた方が相手をね抑えることができるので、まあ、こちらの田中将大選手を今後、まあ、スピ解放していってもらえればなと思います。ヤクルト見ていきましょう。解放してほしい選手がこちら雄平選手。弾道アーチストでして特殊能力超高角打法を持っているので、まあ、雄平選手をね使っている方は、まあ、スピ解放4200にして、まあ、A ランクを持っているのであれば A ランクで限界突破、 A ランクを持っていないのであれば、まあ、凸コーチを使って4200でリアタイでね使っていってもらえればなと思います。阪神見ていきましょう。解放すべき選手が1名、藤浪選手。まあ、今年ね、ワールドスターの背景で追加されたんですけれども、まあ、獲得できなかった方は、こちら、TS バージョン解放していってもらえればなと。まあ、自分もね、ちょっとワールドスター獲得できなかったので、まあ、4200で今後ね、ヘリア隊の先発枠で使っていこうかなと思います。まあ、ツーシームとね、ストレートの投げ分けが強い投手になっています。で、なんかモデルビューアー見ると、フォームかな、まあ、フォームが修正されたらしいんですけれども、その告知はなくサイレントで修正された。なんでやろうね、なんでサイレントで修正したのかは、まあ、ちょっと意味わからないんですけれども、まあ、とりあえずなんか藤浪さんのフォームが修正されたという情報もあります。そして最後、巨人で解放してほしい選手が2名、1人目がメルセデス選手。まあ、今年からね、ナチュラルシュートに変わったので、まあ、リアタイではね、一切使えなくなりました。ストレートが動く球、ツーシームが動く球、これのね、見極めが非常に難しいので、メルセデス選手持ってる方は、まあ、解放して、先発枠としてね、使っていってもらえればなと思います。で、最後、10人目、もう絶対に、まあ、一番最初に解放してほしいのが、巨人ビエイラ選手。第一球
手ね、ストレート166キロ、ツーシーム C の161キロ、でスプリットが153で、特殊能力対ピンチ持っていて、まあ、未だにねビエダさんと、ランク戦で当たるんですけれども、なんかストレートがね異常に速いんですよ。他のね藤波さんのねストレート結構なんか遅く見えるんですけれども、ビエダさんとかねマルティネスさんのストレートは、まあ、かなり速くて打ちづらいので、もうビエダ選手を持ってるのであれば、もう一番最初に、まあ、スピ解放を、ね、していってもらえればなと思います。いや本当に、ね、中継ぎ枠として、まあ、自分もね助けられているので、まあ、自分もビエダ選手一番最初にね解放していこうかなと。今後アップデートで最大上限値が200アップ、最大スプリッツ4200にすることができるんですけれども、おすすめな選手としては吉田選手、金子選手、千賀選手、柳田選手、藤井選手、田中選手、雄平選手、藤波選手、ビエラ選手、メルセデス選手、この10名は解放でおすすめな選手になっているので、持っているのであれば、まあ、オーダー次第で、まあ、解放してね先発枠、まあ、あとはね打者、まあ、リア隊のね打者として使っていってもらえればなと思います。まあ、他にね何かわからないことがあれば、まあ、コメントでね返信しているので、まあ、書いていってもらえればなと。今回の動画は無課金美課金税救済のシステム、スピリッツ解放、いつ上限値がアップするのか、おすすめの選手は誰なのか、解説していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、まあ、この動画にね高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。